こんにちは、千葉大学デザイン文化計画研究室です。突然ですが、皆さんはデザインと聞いて何を思い浮かべるでしょうか？かっこいい車やおしゃれなファッション、目を引く広告、いろいろあると思いますが、私たちはデザインとは生活づくりだと考えています。人々の生活を見つめ直し、これからの生活がどうあるべきかについて、千葉県をはじめ日本、アジアの各地で研究活動を行ってきました。また野に出て生活を学ぶをスローガンに、さまざまな地域にお邪魔しながら実際に生活を体験させていただくデザインサーベイをたくさん行っています。地域の皆さんにとっては当たり前である地域のさまざまなものやことが、いわばよそ者である私たちにとっては素晴らしい地域の宝物として映ることが少なくありません。こうした宝物に再び目を向け活用していくことで、より豊かな生活を地域の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。デジ文展と題し、千葉県阿波地域における5年間の活動の成果を館山市立博物館にて展示しました。私たちの取り組みの一部をご覧ください。館山市をはじめ阿波地域には長い歴史の中で育まれてきた素晴らしい造形の数々が残されています。例えば社寺の仏像や装飾彫刻、神輿彫刻、漁師の祝い木の舞祝など、どれもこれもかけがえのない地域の財産です。そのような地域の文化財は年を経ることに劣化していきます。その原因として風雨や虫害、自然災害などの影響、不適切な管理、修繕による造形の老朽化、盗難や破壊行為などの痛ましい事件などが挙げられます。その大きな背景には、私たちと文化財の関わりが薄れつつあることが挙げられるのではないでしょうか。私たちと文化財の関係を見つめ直し、文化財について考えるきっかけ作りとなることを目指して、私たちデザイン文化計画研究室は活動しています。その一環として、文化財の現在の状態を 3D、2D のデジタルデータで記録しています。このデータを保存しておくことで、造形に劣化や欠損などが生じた際に造形の再現や復元なども行うことも可能となるでしょう。こちらは館山市金霊院の木花獅子彫刻です。 3D スキャナーやカメラで撮影を行い、専用のソフトウェアを使用して造形データを仕上げます。こちらは漁師の晴れ着と呼ばれる着物、舞祝です。舞祝の型紙を撮影し、ソフトウェアによって図柄を抽出することによってデジタル化を行います。さらに、文化財を知る、共有するきっかけを作るためにデジタルデータの活用を行います。デジ文展では 3D プリンターによる複製レプリカを利用し、触れることのできる展示を実施しました。また 2D データを用いて、トートバッグや箸袋、クリアファイルなどの生活用品への展開を行いました。その他にも2D データにアニメーションを導入し、直接触れて楽しむことができる舞祝のインタラクションも設置しました。こうした文化財を知り、より身近に、より気軽に認識できるよう、新たな一手段としてデジタルデータの可能性を今後も模索していきたいと考えています。いかがでしたでしょうか。デザイン文化計画研究室では、このようなデジタルデータの活用以外にも、地域の宝を生かした生活づくりを目指して様々な取り組みを行っています。例えば
多言語に対応した地域の魅力をめぐるガイドマップの作成や、焼き損じの陶器のかけらを活用したアクセサリー作りワークショップ、伝統的な鍛冶屋さんの仕事を知る子ども向けのパンフレットの作成など多岐にわたります。地域の宝物が息づくより豊かな生活づくりを考えていきませんか。以上、千葉大学デザイン文化計画研究室でした。